メディアを再生する、レッドテールキャットフィッシュレッドテールキャットフィッシュは、ナマズモク、ピメロデスカに属する、淡水魚、フラクテセファラスヘミアライプタースの英名である。独自の標準和名は確立しておらず、干渉魚としてのインボイス名でもある。この名が、日本国内での主要な故障となっている。レッドテールキャットと略称されることも多い。原産地の言葉では、ピララーラと呼ばれる。 体長は最大で約120センチメートル。熱帯産大型ナマズの人気種であり、ペットショップでは5センチメートルほどの幼魚が出回っていることが多い。なお、21世紀現在、タイガーショベルなどの他の大型ナマズとの交雑個体が作出されるようになっている。アマゾン側神のある尾びれが名前の由来となっている。背中側は黒から灰色で、 頭部からエラブタの付近にかけて黒い反転が入る。覆面は白くなるが成長すると腹びれの周辺が黒化する場合もある。黒い部分と白い部分は明瞭に染め分けられる。頭部は丸く、巨大な口と六本のヒゲが特徴。また、脂びれがある。非常に丈夫な性質と愛嬌のある外見からペットとして人気がある。飼育そのものは容易だが、 成長の速さと最終的なサイズを考慮するとかなり大掛かりな設備が必要となる。攻撃性が強く自分に近い大きさの魚でも大きな口で飲み込んでしまう。レッドテールキャット自身にとっても窒息や消化器の閉塞の恐れがあるために他の魚との同居は慎重さを必要とする。ありがとうございます。